とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、モッド入れております。先日紹介しました、武器変更モッドですね。あれの別の武器を入手しました。こんな感じです。槍、ダガー、メイス、カトラス、両刃斧に刀ですね。刀とね、両刃斧のこの二つはお気に入りですね。赤くてかっこいい。まあ、カトラスはちょっと微妙かな、赤いけども。まあ、槍がこんな感じですね。あ、なんかゼルダの伝説、ブレスオブザワイルドの古代兵装の槍みたいな感じだね。なんかすごい似てる。で、ダガーもなんか、魔法武器みたいな感じ。メイス何これなんか、すごいカラフルになってるけども。で、カトラスですね。で、両刃斧。あ、ちょっと待って。ファイヤーって書いてある。ファイヤーって書いてあるぞ。かっこいい。で、刀ね。待って、刀もファイヤーって書いてある。刀と両刃斧、ファイヤーって書いてあるな。初めて気づいた。はい。まあ、とりあえず、今日は、この武器変更モッドの武器を使って、進んでいきましょう。それでは、ゲーム聖域行ってみましょう。装備はね、ダガーつけていってます。いやー、無理やろ。無理だと思う。さすがに勝てないでしょう。いや、厳しい。まあまあまあ。防具がそこそこ強いから、まあまあやっていける感じだけども、これはクリアできるかな。ちょっと待て。リーチが短。だが、こんな感じだったか。わお、全然倒せねえや。槍。どうだ？槍はね、そこそこいけると思うんだ。いや、難しいか。いや、難しいわ。倒せない。いや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 、これは厳しいよ。この槍はちょっと厳しい。全然倒しきれてない。あー、これは厳しい。ちょっと待って、これ変えよ。無理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 。全然回復しないし。メイス、いや違う。いや、メイスでいいか。いや、カトラスでいいや。輝き入ってる。あー、ダメか。カトラスも厳しい。メイスで来てます。いや、メイスも厳しい。いや、厳しい厳しい厳しい。これは倒せない。ちょっと待って、厳しすぎるな。ここまで弱いか。まあまあ、それはそうだよな。あ、パワーポーション取れば、ちょっとはマシにいけるはず。パワーポーションだったらいけるぞ。ちょっとね、誰か変更ついてない？変更ついてるとちょっと戦いにくい。あ、メイスいけるわ。メイスいける。今回はちょっと旗取ってません。旗あると多分ね、無理なので、旗は取らずに来ております。多分キャプテンね、1、2体はいると思うんだけども、ちょっとね、旗あると無理なんだよな。で、やっぱりね、両刃斧が使いやすい。これは全然ね、ユニークじゃなくても、使っていけるぐらい強いですね。あれ？ちょっと待って。ちょっと待て待て待て。ここって、別に倒さずに空いてる場所だったよね。嘘。マジか。これきついぞ。ちょっと待て待て。この前まで空いてたよね、常に。アップデートで若干変わったかも。こう。ちょっと待って、防護硬いわ。防護硬い。OK。でもいける。でもね、雷ついてるから、すごい痛いんだよね。まあまあ。そのための、HP100% アップなんだろうけどね。やっぱさすがにデイリーさんとなるとそこそこきつい。旗を取らなくても相当きついよ。 OK。 ではではでは、
刀に変えようかな。うん、多分こっちの方が火力はあるので、ボス戦は刀でいきましょう。うん、回復はね、まあまあウィザーの 6% 吸収のみですけども、いけるいける。にゃー、ボスを攻撃するときには、よし、一応ねパワーポーションをつけていこう。ちょっと待って、勝っていって、あー、パワーポーション取ってしまった。 OK、OK、ポーションバリアもまた使っていけそうですね。あぶねー、さすがに痛いんよ、痛いのよ攻撃が。 OK、 いける、よし、 OK、 いやー、こんくらいか。まあまあそうだろうね、こんくらいですよ、よう与えてる方ダメージは。お前も倒す。あー、その罠来ないで、罠来ないで、罠来られるとだいぶダメージ受けちゃうからね。 OK、 影のぶりを使ってボス攻撃していこうか。おい、罠来るな、厳しい、厳しい戦い。でも絶対倒す、罠来るなって。戦い方が本当に難しいよねあの、強い武器使ってたんだなっていうのがよくわかる、相当いい武器使ってたんだなっていうのが分かっちゃうね。嘘、うーん、そこまで与えられないか。でも半分いった、半分いったよ。待って、これで倒しきれない？絶対倒したと思ったんだけどね、倒しきれませんでした。両馬王のカエル、いやいや、絶対このままがいい。両馬王のせずにこのまんまでいって攻撃しましょう。あれ確かにね、ダイナモがついてていい感じなんだけども、多分ね敵がスタン中にダイナモ20貯めれないんだよな。あー、まあ矢で倒せばいいのか、矢で倒せばそのぐらいは貯めれるかもしれないね。はい、でももう、もういける、もういけます、もう終わりだ。よっしゃー、オッケー、倒しちゃおうよ、もうさっとね、オッケー、あとこっちで終わり。いやいや、ようねここをノーマル装備で行ったわ。でも昔はね、みんなノーマル装備で倒してたはずだからね。いけ、うわ、いった、嘘、マジでか、終わりだ。よし、いけたー、なかなか厳しかったっすね。はい、ということで、今日は武器変更モッド使ってみました。カトラス、そして両馬王のダガー、槍、そして刀かな。はい、こんな風に変わっております。刀と両馬王のファイヤーって書いてあるね、これがなかなかお気に入りです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。